ねえねえマリサ。散歩してたら変なもの見つけちゃったの。変なものって一体何なんだぜ？これよ見てみて。なんだ道路原票じゃないか。道路原票？道路原票は各市町村内の道路の起点を示すためのもので、1919年の旧道路法で道路付属物として規定され、同年11月に道路法施行令にて設置場所などが制定されたもので、全市町村に設置が義務付けられたんだぜ。へえ、全市町村にあるものなのね。いや、1952年の新道路法施行で存在意義を失い、市町村合併や道路拡幅などで順次撤去されてしまい、現存しているのはほんのわずかなんだぜ。知らなかったわ。伊賀地域には一体いくつ残っているの？伊賀地域には4箇所残ってるぜ。今日は現存する4箇所の道路原票について解説するぜ。まず、最初に霊夢が散歩で見つけたこの道路原票だが、これは、上野町の道路原票だぜ。上野町？上野市じゃなくて？上野町は明治22年にできた町で、江戸時代の城下町の範囲と思ってもらえればいい。この道路原票はメインストリートである本町通りに設置されたんだぜ。え、メインストリートは銀座通りじゃないの？それは違うぜ。本町通りはもともと旧大和街道が城下町の中に入ってくる部分で上野の街中では一番の大通りだったんだぜ。この写真は昭和10年頃の本町通りだぜ。止まってる車の大きさからも道幅の広さがよくわかるぜ。確かに、結構広い道幅だったのね。で、こっちが同じ時期の銀座通りだぜ。こっちは、道を挟んだ店同士が近いわね。今の銀座通りと比べるとかなり狭く感じるわ。銀座通りが拡幅されるのは、終戦間際に空襲による火災の延焼を防ぐためだったんだぜ。話を戻すぜ。この上野町道路原票は、3面に文字が彫られていて、中央に上野町原票、右に三重県綾山郡上野町、左に三重県とあるぜ。あれ？道路原票の道路は書かなくてもいいの？いいところに気づいたな霊夢。実は道路も書かないといけないんだが、なぜか書かれていないぜ。意外といい加減なものなのね。道路原票については詳しい研究がなされていないので、そのあたりを含めて研究が待たれるぜ。二つ目は府中村の道路原票だぜ。府中ってことは佐賀のあたりかしら？そうだぜ。佐賀の旧大和街道沿いにあるぜ。佐賀は江戸時代には大和街道の宿場町として栄えたんだぜ。ここも、江戸時代の街道沿いに建てられているのね。いいところに気づいたな霊夢。実は、伊賀地域に残っている道路原票はすべて江戸時代の主要な街道沿いにあるぜ。府中村の道路原票は一面に文字が彫られていて、府中村道路原票とあるぜ。こっちはちゃんと道路が書かれているのね。よく見ると、形や文字の書体も少しずつ違うのね。そういったところも道路原票の面白さだぜ。さあ、どんどん行くぜ。これは、東柘植村の道路原票だぜ。東柘植村の道路原票も旧大和街道に建てられたものだぜ。なんだか、文字が読みづらいわね。ああ、文字は東柘植村道路原票と書かれているぜ。位置は道路から一段高いところにあるのね。もともとは道路に設置されていたはずなんだが、なぜか今はここにあるぜ。ここに移された経緯を知ってる方がいたら、ぜひコメントで教えてほしいんだぜ。最後は、青町の道路原票だぜ。なんか後ろに橋が見えてるわね。青町の道路原票は長谷街道沿いの木津川を渡った橋のたもとにあるぜ。今の国道と近鉄線は木津川の北にあるけど、江戸時代は南側が街道だったのね。江戸時代の長谷街道は関西方面から伊勢神宮に参拝するお客さんで大賑わいだったんだぜ。これは昭和初期の写真だが、大きな家が通りに何軒も並んでいるのがわかるぜ。青町の道路原票は上野町のものに似ていて三面に文字が彫られているぜ。正面に青町原票、左に三重県長郡青町、右に三重県とあるぜ。確かに上野町の道路原票に似ているわね。にしても、すごく隠れるように置かれているわね。この橋を渡る地元の人でも気づいていない人も多いんじゃない？ふふ。この動画を見た人はぜひ道路原票を見に行ってほしいぜ。以上で、伊賀地域にある道路原票の解説を終わるぜ。身近にこんなものがあるなんて全然知らなかったから面白かったわ。このチャンネルでは、これからも伊賀の歴史に関する投稿をしていこうと思うので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いするんだぜ。Twitter もやってるので、フォローよろしくお願いします。それでは次回も、また見てだーこ。